はい、ゆうすけです。今回はドラゴンボールヒーローズスーパーヒーローズエキスパンションセット2を買ってきたんで、開封したいと思います。はい、これは、2015年の8月上旬に全国の自販機で登場っていうことで、はい、ちょっと前に買ってきました。で、1セットが200円で、ドラゴンボールヒーローズの新規カードが1枚と、再録のカードが1枚で、4ポケットリフィルが1枚、インデックス台紙が1枚で、はい、ついてきます。まあ、200円でカード2枚ついてリフィルとかもつくんで、かなりお得かなと思いますね。で、セットは全部で7セットあります。はい、で、再録カードの方なんですけど、あの大会プロモなんで、大会とか出てない人はかなりお得だと思うんで、はい、で僕も出てないんで、出たことないので7セット買ってきました。じゃあ開封していきます。はい、で開けるとこんな感じで、4ポケットリフィルにカードが2枚入ってます。はい、であとインデックス台紙ですね。あの4ポケットバインダーにつけれるようにもなってます。でイラストかっこいいですね。で裏がカードの説明がありますね。でこんな感じで、一応中身はもう全部 見たんですけど、あのダブりなく入ってましたね。前回も5セット買ってダブりなかったんで、順番に入ってるかもしれないですね。でジャンボカード出すでゲットできるんですけど、僕の場合はガチャガチャコーナーじゃなくて、にはなくて、あのゲームセンターの中にあるガチャガチャのところに置いてありました。はい、というわけで全部袋から出しました。リフィルに、新規カードと再録カードですね。はい、じゃあ再録カードから紹介します。孫悟空、ビルス、孫悟飯青年期、ベジータ、ピッコロ、海王神、ビーデルです。はい、で、新規カードは孫悟空、孫悟飯青年期、ベジータ、ゴテンクス、ピッコロ、ビルス、ウィスです。全部新規カードは全部キラーカードになってますね。はい、でどれが強いんですかね。これかな、この2枚かな。ビルスが、1ラウンド目終了時に敵チームのヒーローエナジーマイナス1、あ、マイナス1なんで微妙ですかね。奪うとかだったらあれですけど。でロックオンバーストで、ロックオンして敵のガードをそのラウンド中のみ1にして、必殺技発動して与えるダメージアップ。こっちの方が強いですかね。チェンジバーストで、パワー8000アップして、与えるダメージアップ。超バーストで攻撃した敵のガードを1500毎回、ラウンド終了時気絶している仲間の気力を全回復する1回限り。これかっこいいですよね。あと、はい、というわけでこんな感じで
7セット全部ゲットして、はい、カードも全部ゲットしました。やっぱ順番通りに入ってるんすかね。はい、とりあえず200円でカード2枚、しかもプロモカードで4ポケットリフィルついてくるんで、かなりお得だと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。